どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、どうしても使いたいカードがありまして、ゼロ式魔導粉砕っていうこのカードを皆さんご存知でしょうか。手札の魔法カードを1枚捨てると相手ラグに500ダメージを与えるっていう永続トラップなんで、まあ、魔法カードを捨てれば捨てただけ500バーンを与え続けるんで、まあ、例えば5枚捨てることができれば2500ダメージとか与えられるカードなんですよ。で、これがこのウィッチクラフトと相性がいいという話に今なってまして、巷では。で、どうしてもやりたいです俺、下水このデッキを。で、ちょっとこれこの間シャチホコさんにぶつけてきたんで、その動画はまたちょっと後日公開になると思うんですけども、結構楽しい。こういうね、下水トラップカードを使うの最高に楽しいんですよ。俺性格がクズなんで、YouTube 業界一性格悪いって言われてるんで俺。なんで、こういうカードすごい好き で、今日はこれをぶちかましていきたいというそういうデッキやってますね。で、本当は2枚とか3枚とか積んで、このカードを。で、使いたかったんだけど、さすがに事故るんですよね。だからピン刺しくらいが一番なんかその、安全に、使えるお守りみたいな感じでね、使えるかなと思うんで、結構これ害悪ミラーとかあっても強いんですよ。闇のゲームミラーとかあってもこれ引けたらこのカードの分俺勝てるんで、ライフレースで結構強くてですね、まあそんな感じです。ミラーにも結構強いっていう感じですね。で、初動がその今アンズの、アンズがさ、そのレベルアップ報酬がまだ分かんなくて、今撮影日が6月26日なんですけど、これオープニング撮ってるのがちょっとまだアンズゲットできないから、ちょっとまだレベルアップ報酬がどうなるかわかんないんだけど、一応初動カードが報酬で増えていて、ウィッチクラフトジェニーっていうモンスターね。で、これが、まあ、シュミッタとか、ピットレとかと同じで、魔法カードを捨てるとデッキからウィッチクラフト出せるよっていう効果があるんで、これでまあベール出してくるようなこともできるし、あとこいつは自分の墓地から、こいつ自身と魔法カードを除外すると、墓地の魔法カードと一緒の、その除外した、魔法カードと同じ効果になるよっていう。まあ一応コピーするみたいな効果ですね。なので、ベールが一回死んじゃったよっていう時も、まあサボタージュとか落ちてれば、サボタージュの効果コピーして蘇生したりとかできるんで、まあそこそこ相性がいいかなっていう感じですね。まあ、1枚刺しとくと結構違うと思うので、まあ1枚か2枚ぐらいは初動確保として入れた方がいいかなと、リンクスでは。一応ね、今初動はね、この3種類のカードと魔法カードどれかっていう組み合わせか、もしくはベールすびきした時のデモンストレーションっていうこの組み合わせがどっちかでベールを場に出せるんで、85% くらいかな今一応ね、 80% 前半くらいの初動札の確保率となってます。で、このデッキ何がやっぱ強いかっていうと、ベールが強いんだけど、ベールを守れないと弱いんですよ、どうしても。で、ベールの弱点で結構たくさんあって、このモンスター強いんだけど魔法トラップにまあとにかく弱いんだよね。例えばデモンズチェーンとか、あと底なし落とし穴とか、カナディアとかも弱いし、あとそれからなんだろうな、モンスター効果を連打してくるようなデッキも弱いですね。雷切り系の効果をバンバン連打してくるみたいな効果とかも弱いですし、なのでそういう時のために、まあ、じゃあどうしたらいいかなって思った時に、やっぱ魔法トラップから守るんだったら、まあ槍とか、まあ、トーラーとかこの辺ですかね、とか、あとコズミックサイクルね、普通にデモンズチェーンをぶち割ったりできるからとか、あと単純にモンスターから逃げれる、めぐるとかがやっぱ一番なんか相性がいいかなと思って、これはデモンズチェーンとかも逃げれるしね。なのでそういった感じのメタ札を積んで、一応純正に寄せて組んできました。ライトの型とかもあるんですけど、今回は純正で、この魔導粉砕機やっていきたいと思います。こいつメスガキって呼ばれてるんですよ、なんか知んないけど、遊戯王業界ではなんかね、メスガキ粉砕機って言われてるらしいです、このデッキいや、デッキ名。それでは早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、デュエルだ、行くぞ海馬。ウィッチクラフトシュミッターの効果を発動、デモンストレーションも墓地のくて、マスターベールを特殊感、これブラックフェザーだと思うので、ですね、ブラックフェザーデッキにはですね、ですね、これね結構大変なのが1枚捨てて、サボタージュ効果でしょ、
一応デモンストレーション効果で3種類にはなるんだけど、3種類にはなるんだけども、3種類っていうかまあ3枚かにはなるんだけど、ブラックフェザーの手数が多すぎて耐えらんないことなんだよね。ちょっとあープレミアムかっこいい、旋風プレミアムかっこいい、それはいい、うん、それはいいんだよ、それはね、そこまではいいんだよ、そこまではよくて、で何をサーチしてくるかって話があるんだけど、ゲイルの効果は、止めてはいけなくて、ゲイルの効果止めてると本当雷剣で飛んできて死ぬんで、ですね、ゲイルの効果を全部スルーします。で雷剣だけは、なんとか止めて、で千鳥まで出てきたら知らんって感じかな。旋風 OK、 いやこれやばいかな、これ俺死ぬよこれ、俺死ぬよこれ、おろしいいよ、俺死ぬの俺、あおろしもあんの、やばい、ちょっと縦にされるやん、縦にされるのは別にいいや、もうゲイルの効果でちょっと半分にされるからもうあんま関係ねえんだよな、ゲイルの打点が半分になる、それはもうほんとスルーしかないんだよ俺ほんまこれスルーするしかないんだよ。でまあ7シンクロでまあライキリッカーあたりでしょ、まあホーク城あたりですか、ここ一回ホーク城作ってきたら分かりけ、ライキリか、なるほど、ライキリからの、まあでも一応オロシがいるからオロシ特殊召喚して、でオロシと、シムーンでもう一回7シンクロするかどうかって感じか。ちなみにクローズ相手持ったらもう負けなんで、俺クローズ持ってたら負けなんで、クローズ持ってたらブロックするんで、ウィッチクラスとマスターベールの効果を発動、ふっよーし、やぶれーあぶれーあぶれーあぶれー、耐えたー、誰、あー千鳥いくつだて、あだっけ、たっかタカスクリニック、イエスタカスクリニック、いやーきつい、きつまだいんのか、やばいよこれ、このデッキやっぱやばいって、やってることヤクザでしかない、ヤクザでしかない。ただダメージステップでこれ一応そっちから殴ってくれるとすげえありがたくて、こうすることによってこれ俺死なないね、死なないね、死なないね、俺何引けば勝てるのこれ、何引けば勝てるのこれ、俺何引けば勝てる、え俺何引けば勝てるのこれ、あれ待ってあれこれワンチャンあるんじゃないの、これワンチャンスあるんじゃない、最強カード引いたのではこれ、この魂の粉砕機ドローでは2500は削れないから、ここでちょっと待って、ダメージ計算直前まで行って、でここで3000にして1500でしょ、あと残り1000でしょ、これ勝ったんじゃないの、これ勝ったんじゃないの、これ勝ったんじゃないの、これ魂したんじゃないの、俺ドローフェイズいいっすか、自分ゲームのゲームオッケー、100ダメージオッケー、痛い、自分ドローフェイズいいっすか、はい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 、さよなら、やったー、ゼロ式魔導粉砕機つえー、さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします、ゲルさん。まあ、シュミッタから入れるのは本当、徳を積んだからですね。私がなぜこんなに言ってるのは、シュミッタから入れるかというと、徳を積んだからです、前世で。前世でね、現世では一切徳は積んでませんが、前世で徳を積んだため、手札のウィッチクラフトシュミッタがついついてくるんですよ、手札に。これがね、ウィッチクラフターの。実力です、どうしろ、よし完璧だ、反応的には完璧、あとはまあ、相手のモンスターを無効にしながらぶちっかましていけばいいだけなんでね。 あと弱点はいくつかあるんですけどね、あのウィッチクラフト、あえマジナメプですか、ナメプですか、それはピットレー効果使っていく、サボタージュしててシュミッタ特殊召喚していく、でピットレ効果発動、除外してワンドローワンステ、なるほどなるほど、一旦セット殴りですね、
で1800だったら、あ、なんもない、なんもないか、なるほどな、なんもないのは結構ありがたいな。事故ってんのかな。でもね、これちょっと残念な点があって、ウィッチクラフトって相手が事故ってても簡単にワンキルはできないっていうね悲しみを背負ってるんですよ。簢単にワンキルをすることはできないという。セットセット、なんだ急にセットして、なんか急にセットして、あれブラフだろ、あれ絶対、これ絶対ブラフだろ。まあちょっと一応シュミッタ効果どっか、シュミッタの効果でサボタージュしてからの、圧縮してね、魔導粉砕機を引きたいんですよね。私は魔導粉砕機をどうしても引きたい。頼むマジで魔導粉砕引こい、マジで頼む魔導粉砕引こい。あれでもいい、あれでも、なんだっけ、コラボレーションでも、コラボレーションで2回連続攻撃とかいう最強の、あー、なるほど、なるほどですね。シュミッタ効果で、こうですかね。でだ、ピットレー効果も使ってもピットレーいらないから、ピットレー除外してピットレー捨てる感じでワンドローをしていく。あ、コズミックサイクロンも引いていく。コズミックサイクロンはちょっと強いで、その多分ブラフであろうカードを1枚ほど除外させていただく。なんかあるね、なんだろうこれ、槍か、なるほど。あー、まあしょうがないか、それはしょうがない。これなんだこのセットモンスター、このセットモンスターなんだ、殴るけどな、なんか光ってんだよな、なんだこれ、何これ分からん。さっきまで何も伏せなかったじゃん、槍とかあんなら伏せなさいよ。カバーなくてもいいか、別に使う必要ねえな。手札をなんかそのバラす必要性はねえな、バレるか。でもエンドフェーズなんかありますか。コズミックサイクル、なるほどですね、これでディスティニードローってやつですか。いやでもさすがにモンスター効果無効にできるし、魔法カードめっちゃ手札にあるし、これなんとかなんだろう、さすがにこれトーラもあるし、いやさすがになんとかなると思う多分。こっから負ける筋あないでしょ多分。いいよ、さあディスティニードローでもするんだな、いいだろう、ディスティニードローぐらい刺してやるぜ。何引いてくんだろう、まあクーゼ落ちてるから、まあデュクスとか、まあ、セナートとかそっち系のなんか初動みたいなカードは、セナートとか あったら多分さすがになんか出してくると思うんだけどな。はい、デュクス OK、 そこは通そう。あいつだけこれね一回通していいと思うんだよね。これでもし真相とかあったら意味ないから、止める意味がないから、出させたそいつを止めればいいと思う多分。ミスティルがいなければ2体は出てこないから、まあ、クーズ OK、 装備解除して得意召喚で、こいつはですねドラグニティがいる場合はシンクロ素材になる場合はレベル4としても扱えるっていう最強のカードなんで、今、6シンクロも8シンクロもできるっていう、まあ、そういう状態ですね。まあ、おそらくバルーチャーかなんか出てくるでしょう。さあクーゼ効果発動していく。さあクーゼの方でバルーチャが出てきた。でバルーチャ効果で墓地のドラグニティチューナーを好きなだけ装備することができる。さあドラグニティ、懐かしいなドラグニティ。僕 OCC の方でもねドラグニティ結構好きでね使ってる。まあどんな手札誘発も食らってしまうっていう最強の全手札誘発が効くっていう最強のデッキなんで、ドラグニティって OCC だとなんで、すげえ可愛いデッキなんですよ。僕好きなんで結構使ってたんですけど、もう最近はもう守護竜が規制になりましてね、強いやつが規制になりましてね、でそれ以降、まあ、ずっと触ってなくて、アスカロンの効果さすがに無効。アスカロン大先生の効果はちょっと本当一回黙って、君本当一回黙って、さあ黙らせていく。禁じられた清掃はトーラじゃない、これで魔法の効果を受けなくさせればいいんじゃないの。なんかいいデュエルしてんねなんか遊戯王してんだけど、なんかこれぞ遊戯王みたいな。え、なんか遊戯王してない俺たち、遊戯遊戯ゆた気持ちいいぜ。敵が罠にかかった瞬間はな、全然似てねえな、びっくりするぐらい似てねえわ。
はいはい、空前解除し特殊感ですか。ちょミスってるだけやめてね。あ、ほんとミスってるだけやめてくださいね。ミスってるとかいうカード出してくるやつ本当にチーターなんで。あ、オッケー。強すぎるんごね。このモンスター強すぎるんごね。さあお相手の方、イシズ・イシュタール選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。アネジャー、なんて呼んでるあれ、アネジャって呼んでるんだけど、なんだっけ、なんて呼んでるか忘れたんごね。お姉様って呼んでたのか、あれ、なんて、この俺はお前のことをなんて呼んでたのか忘れたんごね。なんて呼んでたんだっけね。とりあえず両方の効果外すか。まずシュミッターの効果を外そう。シュミッターの効果で落ちていないコラボレーションを墓地に送り、うん、そしてピットルちゃんの効果を外そう。ピットルちゃんも可愛いな。でもね、ジェニーが一番可愛いんですけど、あ、いいね、いいじゃん、強くね。で、清掃セットして運動していく。で、サボタージュの効果を発動。あのね、ちょっとこれがね、その伏線のどうなのかって話もあるんだよね、実は。あの、要するにコズミックサイクロンの的になるんで、結局伏せたかっていうのは。だからそれがどうなのかなって話もあって、どうせね、石図はあるんですよ、コズミックサイクロンあたりは絶対に。深淵の宣告者はやばい。あっ、あっ、これ槍打っても効かないの。これはプレイヤーに対する効果だから、槍打っても効かないってやつ。いや、でもサボタージャーが大丈夫か。サボタージャーが大丈夫。結束道場、どういうこと、このご時世にサムライスピリッツってこと。これやばい、これやばい、これサムライブルーだ、サムライブルーデッキやん、これ。ちょっとマジでやめて、機材引くのやめよう、機材引くのやめよう、ちょ、機材引くだけマジでやめて、マジでマジでマジで、ちょ、機材だけマジでやめて。ふざけんなよこいつ、ふざけんなよ、ふざけんなよ。サボタージュ止められるやんけ、クソがよこれは。だから俺は墓地封印最強っす。なんだこいつ、ちょ、マジでシュミッタ行こう。シュミッタならワンチャンある、シュミッタならワンチャン。あ、でもねえわ、2体とも文字言ってるわ。ベール、俺何しちゃいんだ、俺これ何しちゃいんだ俺。はい、なるほどね。と、いうわけでね。というわけでね、まあ、遊戯王デュエルリンクスっていうのは本当に神ゲーです。はい、マジの神ゲーです、ほんまに。はいはいはい。皆さんもぜひこの最強の神ゲー遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。